1> 第1ヘリコプター団は、千葉県木更津市の木更津駐屯地に、団本部を置く、陸上総体霊下の航空家部隊である。第1輸送ヘリコプター軍の4個飛行隊に CH-47J、JA 輸送ヘリコプターを、集中配備するほか、第102飛行隊には、UH-60JA 多用途ヘリコプターを、配備しており、奈良市の中屯地に駐屯する。 第一空挺団や特殊作戦軍や、相浦駐屯地等に駐屯する、水陸機動団等と密接に連携し、空中機動を行う部隊である。また、皇室、内閣総理大臣等の移動に使われる EC-225LP ヘリコプターの運用を行う特別輸送ヘリコプター隊を霊下に置いている。災害派遣においても、自衛隊の災害派遣に関する立ちないの。 陸上自衛隊災害派遣実施要領により、第一ヘリコプター団が所在する駐屯地の駐屯機司令の職にある部隊等の庁は、陸上総隊司令官の承認を受け、第一ヘリコプター団の所要の部隊を、その所在する警備区域以外の警備区域に派遣することができるとされる。長らく、制服左肩の部隊称は上級部隊だったが、2018年の陸上総隊に、 冷蔵外と同時に第一ヘリコプター団独自の部隊章が設定された。木更津駐屯地には、R-1 エスコブラ対戦車ヘリコプターを主力と、する東部方面航空隊霊下の第四対戦車ヘリコプター隊も駐屯している。岡玉駐屯地では、夏季の間だけ第一ヘリコプター団の CH-47J2 機が配置される、北方運用配置が行われる。 これは、同駐屯地に CH-47J を収容できる格納庫がなく、雪の中に機体を置くのを避けるためである。第一空挺弾同様、ヘリコプター弾は本弾のみで、第二、第三は存在しない。2006年3月27日には、本州における連絡偵察機の集中運用を目的とした連絡偵察飛行隊が新編され、 本部管理中隊及び、東北、東部、中部方面航空隊本部付帯所属の LR-1、LR-2 が管理替えされた。2020年3月26日には、ティルトローター機の V-22 オスプレイを運用し、水陸機動団を支援することを目的とした、輸送航空隊が新編された。キサラズ中トンチェは、暫定配備となり、今後、 佐賀空港への本配備を予定しているほか、零下1個 CH-47、J 輸送ヘリコプター飛行隊が、高雄原分屯地に駐屯する。第1ヘリコプター隊、第1ヘリコプター団、第1ヘリコプター隊及び、第2ヘリコプター隊を廃止し、第1輸送ヘリコプター軍を進編。特別輸送飛行隊を廃止し、特別輸送ヘリコプター隊を進編。 第102飛行隊を新編。突起なければ、木更津駐屯地に駐屯。ありがとうございます。